近鉄22000系電車。近鉄22000系電車。近鉄22000系電車は、近畿日本鉄道の標準機仕様の特急系、車両である。建造費は1両あたり1億7、500万円。本校では、その強気仕様である16,400系電車。16,400系電車についても記述する。解説の便宜上。 本校では22000系の場合は、大阪上本町、大阪南場向きの先頭車の車両番号、回、フォーメーションイコール編成の略を、編成名として記述する、例も22101以下4両編成イコール22101回、16400系では、吉野向きの先頭車の車両番号 F として記述する。22000系は、 それまで汎用特急車両として使用されていた1400系、11400系、エースカーの老朽取り替えを目的に1992年に登場した。内装は21000系や26000系の高品質デザインを引き継ぎつつ座席構造を25年ぶりに一新し、バリアフリー対応設備を初めて導入、機器は21000系では採用し得なかった。 VVVF インバータ制御を、ハジボルスタレス台車や交流誘導電動機を採用、乗降扉は1958年以来採用してきた折戸式からプラグ式に改めるなど、設計思想、デザイン、性能などすべてにおいて、それまでの近鉄特急車両とは一線をすものとなっている。万六千四百系は二万二千系の狂気仕様で南大阪線、 吉野線の吉野特急に使用されている。春工から30年以上が経過して老朽化が目立ち始めた1万6000系初期車4両の代替を目的に2両編成2本が1996年に作りされた。2万2000系は1992年度、グッドデザイン賞を受賞した。2万2000系と1万6400系の共通箇所について解説する。なお、 車体更新後のスペックについては、各形式のリニューアル説を参照されたい。車両相性は、で、一歩進んだ、快適なまたは、全線対応型の、扱いやすいまたは、特急の頭文字から与えられている。その読み方には、ACE と AS の二つが混在している。当初、近鉄では ACE を公式の読みとして採用していたが、二万二千系が、 エースカーと呼ばれた1400.11400系の代替を目的として製造されたという経緯や呼びやすさ、語呂の良さなどから、エースの読み方が部内でも発せられるようになった。近鉄が監修もしくは協力した、書籍、DVD などでも AC とエースの双方が混在している。なお、後継の万二千六百系、エースの公式の読みがエースであるため、 現在では両形式間の区別を目的として22000系、および南大阪専用の16400系を ACE と呼び、22600系、同16600系を AS と呼ぶことが一般的となっている。開発コンセプトは以下の通りである。車両デザインは21000系、アーバンライナーと同様の体制でデザインされた外部デザイナーとして、 手先正道と山内陸平が参加。車体断面は卵型で、車内の天井高さを十分に確保するべく屋根、巻き上げ半径を小さくし、構え体を高めた。構え体の屋根巻き上げ部半径は 300mm、レール上わから屋根、クーラー着せ取り付け部間の高さは 3760mm で、 2万1000系の半径 600mm と高さ 3640mm と比較すると構え体の上げ幅が大きいことが理解される。床部分にはアルミ合金パネルを採用して工程の簡略化も行われている。1万2200系など既存特急車との並結を行うために前面にはスイング式のホロカバーを装着した貫通式を採用運転台に 大型曲面ガラスを取り入れ、凹凸の少ない丸みを帯びた、前頭形状とするなど車デザインも一新している。標識等、微頭は2万1000系以来の車体埋め込み型であるが、素子の配列が大きく変更された。その結果、2万1000系の1ユニット16個の素子構成から2万6000系の61個のタイプを経て、本系列では126個となり、 これを縦2列横8列に組んで左右に配置した。客室側面窓はガラス外付けの連続窓を採用したが2万1000系よりも簡略化した。これはペアガラスと一体になったアルミ製の窓枠に直接ネジで構え体にビス止めし、ビス隠しのためにシール材でビス部分を覆う工法であり2万1000系と異なって窓枠周りにビス隠し用のゴムは巻かれていない。 このほか、窓柱もゴムを省略して、黒色のシール材を入れて、見つけをスッキリさせた。窓の上下寸法は 825mm で、2万1000系よりも 5mm 縮小された。上高扉は、従来の2枚折り度から、プラグ式に変更され、密閉性を高めると同時に、全面貫通扉のスイング化とも、相まって、完全なフラッシュサーフェス化を実現して、 シンプルな外観となった。外部塗装は1万系以来のオレンジとブルーを基本としているが、統計列より色味が若干変更され、以後、在来特急車も順次統計列に順じた色味に塗り替えられた。全面塗り分けは時代を追うごとに紺色塗装の割合が減少する傾向にあったが、統計列ではついにオレンジ一色となった。側面はこれまでのように、 紺色の帯が編成全体を取り巻く連続塗装ではな、各社の連続窓部分のみに紺色塗装が施されるブロックパターンとなった。も2 22, 2200型とも22400、傾斜端部の窓のない部分には相性名のイニシャル A を浮かび上がらせたブルーのストライプでクセントをつけている。前面から従来の汎用特急車のような特急標識はなくなり、向かって、 左側の窓内に行き先表示器を設置している。22000K 一時車の製造当初は黒字に白文字で、ローマ字表記もされていたが、間もなく赤字に白文字に変更された 16400K は製造当初から赤字白文字。側面行き先表示器は各乗降扉脇にあり、号車番号表示器も設置している。 先頭車の列車無線アンテナは2万1000系と同様に、クーラー着せで追い目立たなくさせた。近鉄の特急車両では初めて、VVVF インバータ制御、三菱電気マップ -148 から15、VD-102A33 を採用し、も二2万2100型とも2万2300型に各1台、搭載している。通勤車と比べて、減速機械の少ない特急車両において、 VVVF インバータ制御を採用しても、小エネルギー面でさほど有利にはならないが、今後の標準システムになりうる点や、省メンテナンス性が高いとを考慮して、採用に踏み切ったものである。制御装置の半導体素子は、G とサイリスタで、容量は 4500V3000A である。主電動機は三菱電機製で、近鉄特急車では、 初のカゴ形参照交流誘導電動機メガバイト -5040A、端子電圧 1050V 時1時間低角出力 135kW を採用し、各社に4台搭載する。歯車比は4.32である。1台の制御装置で8台の主電動機を操作する、オール電動車編成とし、最高速度時速 130km を可能としている。 大阪線西青山駅東青山駅間の新青山トンネル内22.8パーミル上り勾配においても均衡速度時速 130km での走行を可能とし33パーミル上り勾配区間においての均衡速度は時速 118km、河川電圧10%面、定員乗車条件でも均衡速度時速 115km を確保している。 交流誘導電動機の採用によって直流電動機にあった整流子スペースが省略されその分小型化されたことで工実のディスクブレーキ取り付けによる制動距離短縮が可能となった。補助電源装置は2万1000系2万6000系サクラライナーで実績のある東芝製 DC DC コンバータを採用し、も万 22, 2200型、も二22400型に搭載する。故障時には、他社からのバックアップが可能である。空気圧縮機はも万 22, 2200型、も二22400型に、CE-1000LA ないし HS-10 を1台ずつの搭載としている。台車は、高速運転のための走行性能の向上、軽量化、 保守の軽減を目的として新しく設計されたボルスタレス式の KD-304 型を採用した。車軸には主電動機の小型化によって電動車であるにもかかわらずディスクブレーキが装備され、踏み面ら型押しブレーキとの併用によってブレーキ力の強化、制動距離の短縮が図られ、時速 130km 運転を可能とした。 台車には振動防止のため溶断波が設置されている。ブレーキシステムは回生ブレーキ併用電気指令式、電磁直通空気ブレーキを採用した。従来の HSC、D 型電磁直通空気ブレーキ搭載車種と並結するため、ブレーキ読み替え装置を搭載する。そもそも即ブレーキも回生ブレーキとされているが、回生式行時は発生した電力を下線ではなく、 抵抗器に流す発電ブレーキに切り替えるシステムとなっており、そのためのそもそも即用抵抗器を装備する。終電装置は、下枠交差系の PT-4811CM を採用。二両編成はも二万二千百型に2機装備している。四両編成はも二万二千百型とも二万二千三百型に、各1機ずつ装備しており、この2機を母線で引き通して、 瞬時のパンタグラフの利線に対応している。また、屋上のヒューズ箱は2両編成では4両編成と比較して1機少ない。また、4両編成は各パンタグラフ搭載車にもう1機追加装備ができるように準備工事がなされている。空調装置は DC、DC コンバータから供給される直流 330V を電源とするのは2万 1000K。 26000系と同一であるが、21000系、26000系の冷暖房、兼用インバータヒートポンプ式から、インバータ冷房容器に変更し、屋根状に冷凍能力14000キロカロリー、H の集約分散式冷房装置を2台と、冷凍能力3800キロカロリー、H の2棚下スポット式吹き出し口用、冷房装置を1台併設する。 暖房は一般的なシーズワイヤー式ヒーターを角座席下に設置している。運転台は26000系から採用されたにハンドルデスクタイプである。乗務員支援用モニターは運転台上面に設置された。また、車掌台側に手動式の小型ワイパーを取り付けている。電算記号、編成記号は4両編成が AL、2両編成が AS である。 二両編成と四両編成が存在する。四両編成は、何場よりからも22100型からも2200 22型からも22300型からも22400型と蘇生。二両編成は、何場よりからも22100型からも22400型と蘇生。四両編成と二両編成が混在する中で、車両番号の下二桁を揃えるため、 中間車のも22,200も22,300は、欠番が発生している。なお22,122回、第22編成は2両編成であるため、も22,222 22 22という番号車両は、存在しない。車内デザインは、おおむね2万1000系を踏襲した。天井の形状や、二棚形状に、多少の差異はあっても、基本的には同じである。 当該系列は汎用型特急車両であるため、全車普通車で、デラックスカーの設定はない化粧版のカラーリングは、明るいクレー系で、2万1000系で採用された色の模様は入っていない。客室仕切り扉脇の LED 式放射、近辺、トイレ使用サインパネルは2万1000系とおおむね同じ、機能であるが、機器厚さを薄くしたほか、男性小便ブースと、 洋式トイレ別に使用表示を分離、および一部サインパネルに座席転換用キースイッチを設けた点が異なる。仕切り扉上には LED 式のフリーパターン車内案内表示器が設けられた。カーテンは統計列よりかさばらないプリーツカーテンが採用され、以後の特急車もこのタイプとなった。カーテンタッセルは3万系、ビスタカー EO 以来の U 字上のアルミいものに、 挟み込む方式から帯によって束ねる方式に戻された、装備途中から鋳物タイプに変更。天井照明は二万千形系の天井中央から発光する方式を改め、左右両側から発光する方式となった。二段下部の照明も二万千形系と異なり、グローブの形状が U 字状となって、冷風吹き出しスポットを挟んで二等ずつ、各座席ごとに配置された。 二棚センターには荷物の確認が行いやすいようにスリットが設けられた。4両編成の2200 22, 型にはバリアフリー設備として近鉄車両としては初の車椅子対応座席と車椅子対応トイレが設置されている。この車両の乗降扉は車椅子の通行を考慮して他社よりも開口部が広い。 客室仕切り扉も同様に広く22,200系のトイレ側のみ両開き式である。座席も一人掛け用が2脚配列された。この車椅子区画と一般客用の通路の幅が異なるため段差吸収のためにテーブルを兼用した仕切りが左右両側に設けられた。座席はバケット型シートが採用され座席の転換も従来特急車の背起こし回転式から ペダル回転式へ変更され、リクライニングの駆動方式もメカ式から油圧式とされた。テーブルは肘掛けの蓋を開けて引き出す方式。足置き台は新幹線100系電車の普通車で採用されたのと同様の形状である。また座席幅も従来車より広げられ、シートピッチ、座席前後の間隔は1000ミリメートルである。モケットはグレー系に緑がかったラインの入ったもので、 グレー系の化粧板と合わせて落ち着いた雰囲気を出している。この座席は2万3000系、伊勢島ライナーにもモケット変更、シートピッチ拡大の上採用されている。また、2006年以降の1万2200系、B 更新にも部分変更の上採用された。座席の枕カバーは当初は黄色であったが、後に白色とされた。座面高さは2 1000系より、 若干高めの 410mm である。中肘掛けは樹脂製で、せずりに収納できる。座布団は、統計列よりウレタンを使用し、軽量化を図った。その他に、肘掛け部分はこれまで、塗装の剥がれを考慮して、2万1000系のデラックスシート以外では塗装されていなかったが、統計列より剥がれ落ちの少ない粉体焼き付け塗装を施して、見つけの向上を図った。 座席は列車折り返し駅における座席転換作業を省力化するために自動回転機構が設けられた。後年、禁煙者の増加により肘掛けの灰皿を撤去の上、その部分の蓋をした座席も現れた。トイレは洋式と男性小便器ブースの組み合わせに統一され和式はない。汚水処理方式は近鉄特急車として最後の採用例となる。 循環式である。このため、洋式便器は、申請者として、最後の床据え付けタイプとなり、23000系以降の系列はすべて、壁掛けタイプに変更された。洗面所の鏡は円形となり、鏡の裏より、光が漏れ出るバックライト方式である。トイレ内部の鏡も、円形とされた。また、前述通りも22200型に、 バリアフリー対応のトイレが設けられた。23000系、伊勢島ライナーと異なって、洗面台とトイレの左右位置関係が逆で、バリアフリー対応トイレは山側に位置する。なお、洋式トイレは、当初、便座にビニールカバーを巻き付けて、使用ごとに繰り出して送るタイプだったが、後年は、一般的な便座に、交換の上、消毒液が壁に設置された。デッキは、 おおむね2万1000系と同じデザインである。しかし、上高扉が2枚、折戸式からプラグ式に変更されたため、床面の扉可動部の色分けが廃止された。その他に、車椅子対応設備を有するため、もう2万2200系のデッキに握り棒を設けた。貫通路は、従来のむき出しを改め、FRP 製のカバーを設けて居住性に配慮した。 も22100系の連結面よりできに公衆電話を設けたが、後年、利用源により撤去された。二次車、22105回以降は、正面配照機、スカートの切り欠き部の形状及び屋上クーラーキセの換気口の形状が変更された。1994年までに86両が製造された。なお、 1993年に竣工した22,111回は近鉄車両で在籍車両数当時2000両を初めて突破した車両として車内で基部の車両番号を名板直下に記念プレートが取り付けられている。また同編成は同年12月に2000両突破記念式典のイベント列車に充当されデッキ内の形式表示部分 2000という2000両突破記念のプレートも掲げられた。2018年4月現在の配置検索は以下の通り、1992年2月に4両編成2本、2両、編成2本の12両が竣工し、3月19日ダイヤ変更より運用を開始した。当初は名阪を特急に限定して、1日4往復体制で投入された。その後、 増備が進むにつれ、多系統の特急運用にも、重当範囲を拡大した。搭乗時から2017年現在に至るまで、本系列単独の運用や、各汎用特急車と並結して4から10両編成の範囲で運用されている。車椅子設備非対応の系列、12200系、などには、なるべく対応車両を含む、当該系列、 四連を並結させることで、車椅子多応の特急運用を行っている。また一万二千二百系や一万二千六百系等の四連単独運用の場合は、その前後の特急運用では二万二千系や二万二千六百系を充当する配慮を行う。2010年には、臨時列車、農業特急優の山温泉サマーライナーにも充当された。工場入場時に順次、 万上の転落防止ホロが設置されている。近鉄電車は1978年以来、下枠交差式の PT48 系のパンタグラフを採用してきたが、90年代半ばから他鉄道会社にて採用例が増加しつつあったシングルアーム型パンタグラフを近鉄においても知るべ、入るべく在来車両にシングルアーム型パンタグラフを搭載の上、 採用のための試験を行うことになった。この試験日本系列の22,110回が起用され、2機の下枠交差式のパンタグラフとは別に、シンルアーム型をも22,110とも22,310の準備工事箇所に2機増設する形で、照射装置も取り付けて、都合4機のパンタグラフを上げて1998年9月に、柏原線、大阪線、 名古屋線にて試験運行された。この結果をもとにシリーズ21において近鉄初のシングルアーム型パンタグラフが採用された。初期車の製造から約23年が経過し、車体更新時期に差し掛かったことや折しも2016年以降に近鉄が保有する汎用特急車両の塗装変更が発表されたため、塗装変更と 並行する形で本形式のリニューアル工事が2015年11月から高安研修センターで開始された。第一陣に22,110回が2015年11月27日に出場した。同年12月5日に青山庁社庫にてリニューアル編成と現行編成の撮影会が行われ、営業運転開始は同年12月13日から行われた。 今後約4年間でリニューアルを行い、2019年を、メドに本形式のすべての編成で、リニューアルが行われる予定。2018年4月時点では、22,105回、22,106回、22,110回から22,112回、22,114回から22,120回、22,126回から22,128回に、車体更新が行われてる。 全車に共通する点としては、戦術のように塗装変更が行われ、車体前面は22,600系に準じた塗り分けとされた。側面はクリスタルホワイトを基調にブライトイエローを車体上下に、排して層下にゴルドラインを入れて、品格の高さとスピード感を表現している。今回のリニューアルでロゴマークも新しいデザインに変更された。 座席定員は22,600系と同一とされたため、4両編成の場合は従来車の234名よりも28名、減少した206名に変更されたが、シートピッチは変更されず1,000ミリメートルのままとされている。また、座席定員を22,600系に合わせたことにより、発生したスペースは荷物置き場としている。内装は、 軽快さと落ち着きのあるデザインとされ、つまめは薄めの木目調に、草庫の化粧板は黄色調に、床面は黒色を基調としたブロック柄とされた。つまめの車内案内表示器は従来型よりも表示面積を約2倍としたフルカラー LED の表示器に交換された。トイレは内装を木目調として、 温水洗浄便座の壁掛け式用式トイレにすべて交換され、処理方式は真空式に変更された。車内の座席はすべて新設計のものに交換され、従来型よりもクッション構造を変更して柔らかな着席感を実現し、枕部分も形状や柔らかさを改良して快適性を向上させた。テーブルは大型の背面式と内蔵式を装備し、 電源コンセントは各席背面部分に一個ずつ搭載する方式に変更された。肩グリップには座席番号を記した展示シールを装備してバリアフリーにも対応された。モケットはツイードパターンをモノトーンで仕上げたデザインとされた。照明装置は車内の客室の間接照明と荷物棚の下部にある直接照明、デッキ、 トイレ内のダウンライト含めたすべての照明を LED 灯に交換した。また、車体前消灯は先に、車体更新が施行された16,400系に、引き続いて LED 式の全消灯を採用した。これらによって、照明の消費電力を約45%削減し、照明機材の交換周期延長による廃棄物削減も見している。 行き先表示器については23000系や16400系とは異なり、字幕式からフルカラー式の LED 表示器に交換された。座席定員は従来車の60名から56名に減少した。座席定員を22600系に合わせたことで余剰となったスペースは荷物置き場とされた。座席定員は従来車の58名から54名に減少した。 バリアフリー対応設備が改良されており、車椅子対応座席は2席設置され、仕切り壁は撤去された。隣接するデッキ部分は、車椅子が回転できるスペースを確保し、もともと車椅子対応であったトイレは、大型化されて車椅子利用を考慮した握り棒を取り付け、ベビーベッドやベビーチェアを設置して、オストメイト対応のパウチ洗浄用水栓を設置。 乗務員室緊急連絡用の通話装置と押しボタンを併設した。他に併設されている男性用トイレも改良された。今回のリニューアルで乗降扉が移設されている。座席定員は従来車の60名から56名に減少した。も22100型と同様に座席定員を22600系に合わせたことで余剰となったスペースは荷物置き場とされ。 車内販売準備室に飲料の自動販売機を設置した。今回のリニューアルで側面窓配置が変更されている。座席定員は従来車の56名から40名に減少した。運転室側に22,600系や23,000系と16,400系のリニューアル車などの特急車と同一仕様の喫煙室を設置した。これは曲線ガラス構成された。 シースルー構造となっており、出入り口は客室の反対側に設置されている。喫煙室の換気は、出入り口扉の下部に設けたスリットからの空気を、空調を含んだデッキ部全体の空気も取り込んで、喫煙室に入り、排気線により喫煙室の天井に設けた、排気口から喫煙室内の空気を吸い込みダクトを、返して床下へ排出する構造となっており、 これにより全車禁煙を実現している。これに伴って、側面窓配置が変更されている。トイレは、男女共用と女性専用トイレに配置変更され、ベビーチェアが設置された。走行機器は変更されず、性能の変更もないが戦闘部の連結器は二段化され、配慮機の形状が変更された。老朽化の進んだ16000系に編成を置き換える目的で、 1996年に2両、編成2本が新造された。営業運転開始後、1万6000軽小汽車のに、編成を置き換えたが、その後の増備は1万6600軽に移行したため、4両のみの小世帯となった。電算記号、編成記号は、YS を使用する。もう1万6400型に、主制御器、制度装置、 東洋電気製造 PT-48 下枠、交差式パンタグラフを2機設置し、区16,500型に補助電源装置、空気圧縮機、汚物処理装置、真空式に変更を設置している。南大阪線、吉野線では2両編成での単独運用が多いため、インバータ装置1機で、主電動機2機ずつを制御する 1C2M 制御回路の2軍構成とし、 一方の回路が故障した場合でも、自力走行を継続可能とし保安度の向上を図っている。特急専用車ではあるが、運用線区である南大阪線、吉野線の設計最高速度が時速 120km、実際の運転最高速度は時速 110km と大阪線と比較して低く、設定されているため、22000系の全電動車編成に対し、 本系列は、新設計の大容量電動機、三菱電機メガバイト -5071 へ1時間定格出力1 6 0ットを搭載する MP 比1-1の経済的な編成とされている。さらに、歯車比も、初期の VVVF インバータ制御の一般車やシリーズ21と同一の16-101に設定され、同時期の南大阪線系統向け一般車である。 6000系と共通の電動機、波数比とした16000系設計コンセプトが踏襲されている。制御装置については近鉄では初めてイベット素子による、VVVF インバータ制御、日立製作所製ベフィ HD を採用している。イベット素子は、従来の G 手をサイリスタ素子と比較して、素子の高速スイッチングがノであり、この特性を生かして、中低速で、 走行時のインバータ制御特有の電動機のウナリオンの低減を実現、さらに視界路全体の小型軽量化を図っている。台車は2 2 0 0 0系用 KD-304 を基本に狂気用に設計変更したボルスタレス型積層ゴム、支持台車である近畿車用 KD-310 を装着する。竣工当初はが装備されていたが、後に 撤去されている。ブレーキは22000系と同様に、改正ブレーキ併用のケブスマイナスに電気指令式、電磁直通空気ブレーキを採用し、HSCD 型電磁直通ブレーキを搭載する16 16000.16010系と並結運用を実施するため、空気圧指令と電気信号指令を相互変換する、ブレーキ読み替え装置を搭載する点でも22000系と、 共通する。ただし、営業運転での最高速度が時速1 1 0トルに抑えられていることや、主電動機が大型であること、それに、車輪間のバックゲージが狭い狂気用であることなどから、電動車にディスクブレーキは装備されていない。このため、基礎ブレーキ装置は踏みずら片押しブレーキのみとなっており、当初は空16,500型の未製輪紙は中鉄製輪紙となっていたが、 後に合成成林紙に交換されている。勾配の多い吉野線で運用されることから、22000系と同様にそもそも即改正ブレーキの執行対策として、電動車の床下に抵抗器を搭載、改正ブレーキの執行時には即座に、河川から抵抗器へ、改正電力の送り見先を変更し、発電ブレーキとして機能するように設計されている。 基本的には22000系と共通であるが、本系列は中間車を組み入れることを前提としないため、車椅子対応設備は制御車両に設けられた。車椅子用座席は22000系と異なって一脚のみである。このため片側は通常の二人がけ席となったが、その分ドア側に飛び出し、出入りを妨げるためにドア位置が一人がけ席側にオフセットされた。また、 22000系には、車内販売準備室を設置しているが、吉野特急では本系列の竣行時点で、車内販売は廃止されていたことから省略されている。トイレは、男性用と車椅子対用の多目的型を空16,500型に設置した。お物つ処理装置は23000系に引き続いて、真空式となった。1996年3月に2編成が竣行。 4月16日より、試運転を開始した。同年6月1日より、営業運転を開始した。2018年4月現在、古市検尺に配置されている。2012年末に、各編成のつま面に転落防止ホロが設置されている。2015年3月に16,401回、同年9月に16,402回が、以下の改造内容で、 車体更新を完了した。更新工事施工所は高安研修センター。車内設備面ではもう16,400系の喫煙室、設置、26,000系更新車に準じた内装材、座席の交換、トイレの改修が中心となっている。車体外面では、全消灯の LED 化、先頭連結部の注意換気装置の設置、 電気連結器の変更を及びそれに伴う灰、長期形状の変更が行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。